スピリチュアルをぶっ壊す。はい、毛沢東占い1年ぶりに再開いたしました。いろんなね質問なんかも来てるんですけれども、一つ一つお答えしてこういうに動画にまとめていきたいと思います。今回は質問が来ましたのはミュージシャンのダン・プータローさんです。ダン・プータローさん、お便りありがとうございました。ダン・プータローさんの、質問は非常にシンプルです。はい、もう一行だけですね。アイアンメイデンになりたい。アイアンメイデンってあれですか、あのなんか中世の拷問器具のこうトゲトゲをこうブチャーンとかクラクラとかすげえ痛そうなあれですよね。あとなんかバンドにもありますね、アイアンメイデンで。まあどっちにしろ、まあ、ヨーロッパですね。アイアンメイデンになりたいということなんですけれども、はい、了解いたしました。素敵にね早速聞いてみたいと思います。ダンプー太郎さんがねアイアンメイデンになるその戦略の一歩と素敵に聞きます。では集中させていただきます。ここは天安門広場、毛沢東主席お言葉をお願いいたします。革命無罪造反有利、革命無罪造反有利、毛沢東主席お言葉をお願いいたします。階級闘争、一部の階級が勝利し一部の階級が消滅する、これが歴史であり、これが数十年の文明史である。この観点をもって歴史を説明するのを、史的唯物論と呼ぶ。この観点の反対側に立つのが史的観念論である。階級社会にあっては誰でも一定の階級的地位において生活しており、階級の烙印が押されていない思想はない。はい、これなんですけれども、ちょっとですね歴史的に深刻なフレーズが出てきたんですよ。あれこれちょっと今なんでかなと思ったんですけれども、アイアンメイデンイギリスですよね、大英帝国ですよね。でこの毛沢東主席はあの、まあ、中国なんですけれども、これもしかしてこれアヘン戦争のことかにちょっと触れてんじゃないかなと思うんですね。だからあの、まあ、でも毛沢東主席もねあのもう亡くなって随分経ちますし、まあ、真の国って言っても本当にねその真の国とどこまでゆかりがあったかはこれはもう主席本人のみぞねしか知らないことならもうありと思いますんで、ここですねあのアヘン戦争がねちょっとなんか肝になってるような気がするんですよね。アイアンメイデンになるためには、まあ、一番早い道としてはアイアンメイデンとね寝食を共にするですね、ちょっとこう食卓を囲んだり、あとはまあちょっとこうお姉ちゃんのいるところに一緒に遊びに行っちゃうじゃないですけれども、まあ、男性はそういうコミュニケーションありますよね。でもこう指摘はですね、あ指摘はちょっとそういうのはあまり進めてなくてですね、特にあれですね女食に関してですね、アイアンメイデンにこう風俗に誘うとかそういうことはあのするなとこう厳明しております。そこでちょっとですねここから読めるところなんですけれども、社会的変化として社会内部の矛盾、すなわち生産力と生産関係の矛盾、これですね、実際アイアンメイデンとこう寝食っていうのは、まあ、コロナでね実際もう海外も行けませんので、もうこれがなかったらもうすぐに、イギリスに「チェー!」とかね「自宅知ってんだろ!」っていうふうに言えるんですけれども、これですね音的なことではなくて、アイアンメイデンがあのエディのねああいうスニーカーとかワインとかビールとかいろいろ作ってるじゃないですか、マーチャンダイズの。あとなんかアイアンメイデンのジェット機なんかも飛ばしたりしましたよね。同じこと全く同じことをねやってみたらどうでしょうか。近くにいれないならせめてあの同じ行動をしてみるというのがこうビジネスのセオリーとして一番あの成功する確率がね高いんですよ。なのでまずキャラクターの確率ですね。
ダンプー太郎さんのバンドのキャラクターどんなあのキャラクターなのかな、うん、もう名電のエディ並みにもう見たら忘れられないようなものを作成して、まあ、印刷してねあの配るなり、あとはちょっとこうタオルでもあのおチョコでも、まあ、そういう生活に根付いた何かを作って、まずビジュアルですね、まあ、ライブはなかなかね、まあ、難しいご時世ですから、まあ、そういうあのまずこうせ、まあ、グッズですね、マーチャンダイズ、ここねあのフォーカスしてみてはいかがでしょうかね。そうすればですね、実際あやめであった時にこう手土産としてもいいじゃないですか。まああやめでの方なんか何回もね日本来てるから、まあ珍しくも日本のお土産渡すところでそうそうこうおおジャパンっていうことはないと思うんですよ。そこでですオリジナルのグッズです、ダンプー太郎さんのオリジナリティのグッズを、手土産に今から鋭意制作してくださいですね。あとですね、あやめでになるため、そうですね、これ毛沢東主席は、まあ、中国のね真の立場として代弁してるんですけれども、罪悪感です、白人西洋人の罪悪感に訴えるというのが非常に有効ではないかと主席は言ってるんですけれども、非常にねアイアンメイデンの皆さん非常に親日的だという話らしいんで、ちょっと危険な賭けなんですけれども、歴史的なね話題なんか振ってみてはどうでしょうかね。今の時代特にオタクの国も大変だねみたいな世間話なんかも LINE なんかで LINE じゃない LINE もそうかあれか、SNS なんかですよ、交換意見交換なんかしてみてはいかがでしょうか。それでマーチャンダイズの写真なんか送ってインスパイアされましたみたいなことをですね、よかったら差し上げますっていうことで、あとダンプ太郎さんのお知り合いの方でアイアンメディに近い方がいらしたら、そういうところからもアピールしてみてはいかがでしょうか。まずはなりたい対象がいるのであれば近づく、親しくなる、そしてなんていうのかな、こう丸め込むってことですね、こっち側に引き込むっていうこと、これも鉄則黄金の勝利ですので、ぜひやってみてください。もしそれでもねアイアンメディがなかなか難しいなって思っては絶対ダメですからね、絶対ダメですからね、アイアンメイデンを絡め取るという意識でいてください。それが革命ですからいいですね。アイアンメイデンをオルグ洗脳、そしてゆくゆくは拉致監禁にしてくださいね、ということでダンプ太郎さん頑張りすぎないでくださいね、頑張りすぎるといらんところに力が入りますから。ではアイアンメイデンになった時に私をバックステージに入れてください。アイアンメイデンよりアイアンメイデンになったダンプー太郎さんを断然私は支持します。オスチッ